よいから皆さん再び参上なのら。今日も明日も楽しいお稽古なのら。ドレミの歌やいろんな子供の大好きな曲をドレミの音名で歌ってみることが幼児期の導入には大切ですね。絶対音感というのはドレミの歌、ドレミの音名で歌うことで徐々に身についてきます。毎日少しずつの練習を楽しみながらやってみることが一番ですね。主要3和音にスケール、楽しい音遊び。子どもたちはいつも先生にこれは何、これはどうして、いろんなことを先生に話してくれます。幼児期の導入は焦らずに慌てずのんびりと、物や人を大切に扱う気持ちも教えることが大切ですね。誰でも体調の良い時や悪い時があります。人に優しく、自分にも優しく、いいところを見つけて褒めてあげる。ピアノレッスンは出来上がるまでのプロセスや経緯を楽しむことでもありますね。それでは今日も楽しい曲をいっぱい弾いてみるのか。俺様今日も楽しいことやってみるぞ。今日も面白いこと思いついたのだ。俺様より上手に歌えるかな、俺様より上手に弾けるかな。ヘンデルの特唱歌やファンファーレを弾いてあげると、子供たちは真似をして弾いてくれるものです。それでは楽しい気分でドレミの歌を弾いてみますね。絶対音感は徐々に身につくものです。ブンブンブンやカエルの歌、ドレミの歌、元気に楽しく歌ってみることが一番ですね。それではこんなユニークで可愛い先生がみんなの夢を叶えてくれますよ。それでは。よい子の皆さん、それでは今度はみんなが大好きスタジオジブリの散歩を弾いてみますね。この曲もとっても人気の曲ですね。一度はみんなが弾いてみたい。タッカタッカのリズムに合わせて弾いてみることがコツですね。
カタッ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 カ、俺様物忘れもなくなったぞ。みんな楽しいことが大好きなのであります。レモンちゃんや金太郎くんも今日は何点が出るかな、楽しみに待ってますよ。亀さんも大事にしてあげましょうね。良い子の皆さん、物や人は丁寧に扱うこと、手を洗ってきっちりと少しずつマナーも身につけましょうね。それではスタジオジブリより散歩、タッカタッカのリズムに合わせて元気に歌ってみましょうね。かわいいキャラクターがたくさん、今日もペンギンさんを上手に、タンタンタン、ペンギンさんの親子に合わせて踊ってくれました。それではジブリの散歩を弾いてみますね。ピアノもエレクトーンも弾けたら楽しいのだ。みんな大好き楽しいなぞなぞ、ブンブンブンやカエルの歌、キラキラ星よ、リレーのように子供とつなげて弾く、それも楽しいことですね。幼児期の導入は焦らずに、ドレミの音名で楽しみながら学ぶことが一番ですね。子供にもいろんな個性がありますが、良いところを見つけて伸ばす、褒めて伸ばす、子供の個性や能力を見つけて自主性を引き出すような、自主性に任せるというのも大切なことですね。楽しむことが音楽の基本です。毎日少しずつの練習を楽しみながらやってみること、リズム遊びに一の指どれだ、だるまさんもころんと、浅い小学あじゃんけんぽん、生まれたて1歳、誰でもこういうことは喜んで真似をしてくれます。先生もう一回あれして、だるまさんがころんだ。楽しみながら学ぶことも幼児期には大切なことですね。
それではユニークね、楽しい音遊びやリズム、子どもの自主性に任せるということも大事なことですね。それではバイバイキーン。はひふひほ。